ゆめっぺ、行ってこっせはい、福島県出身、派遣福島公式アンバサダーの柳井ゆめなです。福島県出身、ラグフェアの菊池陽介です。福島ユナイテッド FC 農業部の樋口博樹です。上川拓です。小野岡裕太です。はい、はい、ということで、前回は福島ユナイテッドの皆さんと加藤ファームさんで稲刈り体験をさせていただいたんですけれども、はい、今回はこれはどこに来ているんですか？その答えはこれを聞けば分かります。お福島良善漬け、厳選した国産野菜を風味豊かに仕上げました。あ、これ聞いたことありますよ。 CM かな、うん、ですね。 CM この耳に残る音楽、福島県民なら知らない人はいないんじゃないでしょうか。ズバリ福島良善漬け。福島良善漬け本舗、1962年に創業。製造から販売までを自社で行い、現在では季節限定商品やセット商品を含めると80種もの漬物を取り揃えています。ほとんど機械を使わず、選別もカットも全て手作業で行う、福島の皆さんに愛される老舗の漬物屋さんです。しかしまたこれ、なんで良善漬けさんに来たんでしょう？新米が取れたので、まあ、せっかくなら美味しくいただきたいと思いまして、そこで福島県で最高のご飯のお供といえばもちろん良善漬けですよね。やっぱりね。そうですね、そういうことですね、はい、福島ユナイテッドもサポートしていただいていて、スタジアムにお店を出店していただいたり、農業部のオンラインショップでも取り扱いさせていただいてます。なるほど、つながりますね。そうなんですね、いや楽しみです。楽しみです。ということで、本日お世話になる福島良善漬け本舗の森藤さんです。森藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。今日はお漬物で美味しいお米をたくさん食べていただきたいと思います。わー、食べさせていただきたいんですね、はい、嬉しい、はい、でせっかくなので、普段からお漬物を使った漬物ランチというものをやってますんで、それを、まあ、活用して食べていただこうと思っております。漬物ランチっていうのはどういう内容なんですか？はい、まあ、うち漬物専門店として結構いろんな品種を作っているんですけれども、それをいろいろ自由に選んで食べてもらえるっていうような失礼でございます。何種類ぐらい？30〜40種類くらい、はい、すごい。それプラス今回はその農業部さんが作った新米を使ってということになります。なるほど、はい、楽しみな贅沢なセットですね。ありがとうございます、ね、はい、選手の皆さんよくこれ食べて、はい、よくいただいてます。あ、そうなんですね。それでは皆さん、好きなお漬物を選んでください、はい、わ、早速選びます。やったー、いただきます。選びましょう。じゃあ、あ、大好きなイカ人参が、これでしょ、父ちゃん漬け。まあ、やっぱり父ちゃん母ちゃん甘すぎ、父ちゃん母ちゃん甘すぎそれはもう絶対です。はい、ということで皆さん好きなお漬物を選びましたね。わー、そしてこちらがお待ちかねの新米です。炊きたてです。やりました。ついに食べられます。いや最高、はい、いただきます。まずちょっとご飯からいただきたいと思います。新米、新米の出来は100点満点ですね。おお、素晴らしい。100点満点出ました。今ちょっとお漬物の方、ごぼうめちゃくちゃ美味しい。あ、いい音、うん、あ、ピリ辛。いやでもその辛さが、ね、米の甘さというのは相まってめっちゃ美味しいです。いや、さすがですね。コメントだな。さすが米課長。さすが米課長。はい、では皆さん、突然ですが
ここで皆さんに問題を出したいと思います。はい、はい、福島霊山漬けの漬物は〇〇であると、この〇〇を皆さんにお答えいただきたいと思います。〇〇です。福島霊山漬けの漬物は〇〇です。ではよろしいですか。はい、では諸岡選手からお願いします。県民のエナジーです。あー素晴らしい。では上川選手、はい、お願いします。はい、福島霊山漬けの漬物はスーパー健康食品です。なるほどね。なるほど、うん、はい、では選手、福島霊山漬けの漬物は完璧です。はい、では柳井さん。はい、福島霊山漬けの漬物は宝飾品です。おお。ぽくないですか。なるほどなるほどね。では最後に、はい、さん、はい、福島霊山漬けの漬物は漬物です。あすごい。はい。すげーもの。ありがとうございます皆様。正解はですね。はい。はい、じゃらなんと乳酸発酵食品です。うわ、あ、お、あ、ちょっと、はい、もうほぼ正解ということで、はい、よろしくお願いします。優しい、優しいですね。ちなみにあの乳酸発酵食品なんですけども、もうちょっと細分化すると、例えばお漬物は植物性の乳酸発酵食品、でチーズとかあのヨーグルトは動物性っていうことなんですね。やっぱどちらかというと植物性の方がいろんな暑さとか酸味とかに強いんで、こうより私たち日本人の腸内環境にぐっとこう力を何でしょう、与えてくれる食品であると、はい、そういうところもございます。お腹の中を調子よくしてくれたりする。そう、腸を調子よく。おー、うまい、うまい言わせたみたいですこの福島霊山漬けさんのお漬物とみんなで収穫した今年の新米はオンラインショップで販売しています。よろしくお願いします。よろしくお願いしますオンラインショップね、よろしくオンラインショップお願いします。さあ、ではここからは森藤さんにお話をお伺いしたいと思います。ゆめっぺいってこっせでは福島の生産者さんに福島の魅力っていうのをお聞きしてるんですけど、今回は森藤さんに書いていただきましたので発表お願いします。お願いします。はい、私が思う福島県の魅力はじゃん、素朴さです。素朴さ、これはどういう思いで書いたんですか。はい、私もまあ仕事柄いろんな県に行ったりするんですけれども、やっぱ県民性ってあると思うんですよね、うん、結局福島県民って他県から見ると PR が苦手なところとか、うん、そういうところはあるんですよ。そういうところって多分素朴さであり、かつそれって真の強さなんじゃないかなと、うん、なるほどね、はい、あまり飾らず、うん、でも真が強い、はい、うまいから食べればわかるよみたいなところがみんな、うん、なるほどね、かなと。もう本当に福島県民の皆さんってなんか福島が大好きっていう感じしますもんね、うん、なんかみんなが守りたいっていう気持ちがあるというか、素朴なんだけどなんか掘っていくとすんごい深くこう、そうすごい鉱脈にたどり着くと、ね、温泉のようにブワーッと出ます。自信があったりね、思いがあったりしますよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今回は福島霊山漬け本舗さんにお邪魔しまして、福島ユナイテッドの樋口選手、上川選手、諸岡選手と一緒に新米とお漬物をご紹介させていただきました。選手の皆さん、そして森藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆめっぺの取材後期、福島霊山漬け本舗さんで森藤さんのお話を聞いて、伝統の味を守るってとても大事なことなんだなと思いました。そして福島ユナイテッド FC の活動を拝見して、地域の人たちとの関係性を地道に大切に育てていくことで地元の人に愛されるチームが作られていくんだなと感じました。
皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして発見福島公式 LINE アカウント福島応援隊では、福島県産品のイベントやお得なキャンペーン情報などを配信していますので、ぜひぜひお友達登録してください。また福島の食材が購入できる福島市場というサイトがあります。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひぜひお取り寄せしてみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。